こんにちは、超タケロスです。えっ、ー、と、自分ね、あの、この前、あの、日雇いの仕事しに、うん、温泉に行って働いたんですけど、うん、布団式のちょっとバイトやって、やったんですけど、その、職場で働いてる、うん、女の上司なんですけど、 菅原さんっていう人なんですけどすっごいあのインデックスの声に似てんのこの絵の女の子の声にすっごい似てんのよすんごいびっくりしてさいや女の子にマジで似てますよねみたいな言ったんですけど、うん、まあインデックスって言っても多分あ,あっちの女の子は知らないと思うんですけど とにかく、もうね、喋り方のさ、すっごいインデックスなのよ。うん。その女の子、25、五6歳かな、うん、ちょっと年齢聞かなかったんですけど、うん。インデックスの声、うん。まあ、インデックスの声優、井口由香さんなんですけど、うん。井口由香、由香ちにね、すっごい、 声に似てんのよ。うん。なんかね、キャラクターもな、なんかゆかちなんだっけ井口ゆかのキャラなんだっけうん。なんかね、うん。え俺今さ、インデックスと喋ってるみたいな感覚に落ちたのよ。うん、インデックスうん。なんか、えこの女上司さ、 本当は井口ゆかさんなんじゃねえっていうくらいさ、うん、声似てんのよ。今度さ、会ったらさ、俺、その人にインデックスのモノマネ、うん、頼もうかな。そしてさ、うん、その声録画してうップしようかな、みたいなさ、うん。トーマーとかって、うん、その人にちょっと、うん、 言ってさ、うん、許可もらって今度さ、うん、このチャンネルに上げようかなと思ってます多分無理だと思うけど、うん、声上げるのはさすがにさやばいからさ、うん、勝手に上げるのは許可してさちょっと、うん、頼んでみようかなでもそんなに仲良く仲良くないから、うん、それは難しいと思うんですけどとにかく。 インデックスの声なんだっけほんとびっくりしてさ、うん、もうなんか嬉しいっていうかさ「インデックスと俺が俺がインデックスと喋ってる」みたいな、うん、ご視聴ありがとうございました